皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の歴史、アヘン戦争についてお話しします。3つに分けてお話しします。アヘン戦争前、アヘン戦争、そしてアヘン戦争の後です。このアヘン戦争というのは、イギリスと中国、当時は清ですね、この2つの国の戦争なんですけれど、じゃあこの戦争の前、2つの国どんな関係だったか、ここからお話しましょう。イギリスは18世紀の頃から紅茶を飲む習慣、これが広がっていきました。このためお茶を中国から大量に輸入していたんですね。他には陶磁器とか絹も輸入していました。これに対して中国はイギリスの工業製品ほとんど輸入していませんでした。ですからイギリスは中国に対してすごい貿易の赤字を抱えていたと、ね、どん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 貿易すればするほど赤字になっていったということです。でこれでは困るということで、イギリス中国に対して自分の国の製品も買ってくださいというような施設を送ったんですけど、中国は、いや中国は豊かなので、欲しいものは何もないよと、イギリスから買うものは何もないよと、このような返事をするんですね。まあこれがね、アヘン戦争を起こすきっかけになったとも言えます。じゃあイギリスはどうしたかというと、自分の国から買わないんだったら植民地を通して何かを売ろうと、こう考えたわけです。それもなんかね、いい製品を売ればいいんですけど、そうじゃなかったんですね。イギリスは植民地のインドでアヘンを作り、アヘンというのは麻薬ですよね、これを作って中国へ密輸します。そしてそこで得た利益ね、この利益で中国へ支払いをするようになりました。関係は図に示すとこんな感じです。最初はイギリスと中国ね、中国からお茶とか絹、陶磁器を買って銀で払うと、これからの貿易銀で支払いをしていました。でもこのままだと赤字がどんどん膨らむばかり、じゃあどうするかと、インドでアヘン作ったんですね。でこのアヘンを中国に密輸します。そして銀で払ってもらいます。じゃあこの銀はというと、今度はイギリスがインドに工業製品を売って銀で払うと、こういう形を取りました。ですからアヘンで儲けた銀はイギリスに入ってきたということですね。そしてこのアヘンの銀で中国へ支払いをすると、こういう形を取ったんですね。この形、この逆三角形になっていますよね。ですからこれを三角貿易、こういうふうに呼びます。この文の中で赤い丸がついている部分、テストに出やすいところなのでチェックしておいてください。でもアヘンって麻薬なので体に良くないと、中毒になる人がどん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 増えます。多くの中国人がアヘン中毒になって、中国はアヘン禁止令と、こういう法律を出すんですけれど、効果がありませんでした。このため中国はアヘンを全部輸入禁止、全て禁止と、こういうふうにしてイギリス商人からアヘンを没収して、没収したアヘンを全て焼いてしまいました。これに対して1840年イギリスは軍を中国に送って戦いを始めます。これがアヘン戦争です。でもイギリスね、勝手に戦争を始められません。議会の承認が必要なんですね。ですから議会で多数決を取るんですけれど、やはり議会の中にはちゃんとした良識のある人、こういう人もいて、この戦争を始めるのを反対の人もいました。でももうこの時点での利益が莫大な量、大きさになっていて、結局はイギリス議会が9票の差で戦争を始めると、こちらの方の人が勝ったんですね。そして戦争が始まってしまいました。でアヘン戦争、1842年中国はイギリスに敗れて南京条約を結びました。
この時イギリスはもう近代の最新兵器だったのに対して中国はなんと200年以上前の大砲で戦ったと、ね、古いもので戦った、最新の兵器に対してもう200年以上古いもので戦った、ですから勝てるわけがなかったんですね。で負けてしまいました。で南京条約を結んだんですけど、南京条約の3つの内容というと、香港をイギリスが租借すると。租借というのは植民地のようにして支配すると、ね、借りるという字を使っていますけど、まあ植民地のようにして支配するということですね。100年間、ね、租借することが決まりました。そして上海など5つの港を開港すると、こういう内容も入っています。それまでは広州という一つの港だけを開いて、ヨーロッパね、ここと貿易していたんですけど、今度は5つの港を開かせました。そして中国はイギリスに対して多額の賠償金、これを払うようになりました。でこの南京条約だけで済めばよかったんですけれど、さらに翌年イギリスに領事裁判権を認めて、中国側に関税自主権がない、こういう不平等な条約、これも結ばされてしまいました。で中国国内ではこの賠償金を払うために政府は庶民に対して、ね、重い税をかけると、こういうことをしたんですね。そうしたところ、この貧しい農民たちが、ね、江秀禅という人を中心に太平天国の乱、こういう乱が起きてしまいます。この江秀禅という人、ね、キリスト教の影響を受けて自分をキリストの弟だと、こういうふうに称していて、結局は太平天国というのはもともとは宗教の団体だったんですね。それが貧しい人と一緒になって、この新王朝を倒そうという乱を起こしたということです。でもともとキリスト教だったので、キリスト教だと自分は信じていたので、この人はヨーロッパキリスト教徒ですね。皆さんみんなキリスト教徒だから、きっとヨーロッパは自分の味方をしてくれるだろうとずっと信じていたそうです。しかしヨーロッパは中国側について、結局はこの江秀禅の太平天国、ね、この乱を収めて、そちら側に待ってしまいました。今回はアヘン戦争についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。